はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、2023レギュラーついに登場ということで、各チーム85以上全選手徹底解説やっております。えー、本日はですね、ロアッソ熊本編ということで、熊本のね、85以上3選手やっていきたいと思います。まあ、熊本といえばね、やっぱりね、あのー、昨シーズンね、本当に J1 昇格手前まで行ってね、まあ、同じ僕も九州に住んでる人間としてね、 すごく応援してたんですけど、ちょっと惜しい結果になりましてですね。で、さらにね、まあ結構個人昇格でね、選手が入れ替わりまして、まぁ、あ、今現在ね、えー、J1 で活躍してる、まぁ原選手とかをね、人に結構選手が抜けてしまいましたので、 結構ね、やっぱフレッシュな面々になってますね。まあその中でもね、やっぱり去年から、まあ結構実績目立ってた黒木選手ね、がやっぱりまあね、一番高グレードで出てきたということで、まあグレードもね、90乗ってるというね、はい、まあ素晴らしい選手だと思いますし、まあスターターでもね、非常に強いカード出てましたし、まあこのレギュラーとか、まあ今後のね、限定、まあガーディアンとかね、まあフォーカス系とかも、まあいろいろね、やっぱり黒木選手がまあ今年ね、熊本の目玉となってくると思うので、まあそこに注目したいのと、 まあ、あとやっぱりね、選手が抜けたら代わりの選手がね、しっかり活躍してくる選手が出てくるっていうところがね、まあやっぱりスポーツの面白いところでして、まあ去年ね、えー、伸びな、まあ伸びなかったというよりは、どうしてもね、その上の方のね、まあ例えば去年出た川原選手とか、 まあ、坂本選手とかね、まあ、杉山選手とか、まあ、他もね、もろもろね、いろいろな選手いましたけれども、まあ、活躍してた選手がいた関係でグレードが上がらなかった選手たちね、というのも、ちょっと今回からね、日の目を浴びてるんじゃないかなというところで、まあ、竹本選手がね、グレード結構上がったりとか、まあ、三島選手もね、結構上がったりとかしてて、まあ、面白いんじゃないかなと思いましたね。はい。ということで、ええー、まあ、すごくね、楽しみな、まあ、熊本なんですけれども、 さあ、えー、この3選手は、とりあえずどういった評価を受けているのかというところをね、よかったら今日注目して見ていっていただければなと思いますし、まあ、ここにね、当然上がってない選手ね、まあ、今年ね、結構ね、あの、グレードをまだ上がりきってない選手が活躍しているのも、まあ、熊本の特徴だと思うので、まあ、必ずしもね、この選手たちだけではないんですけれども、まあ、今後ね、なんかそういった選手たちが限定とかに出てきたら、ちょっと面白いかもしれないなという思うチームなので、まあ、ぜひね、注目してほしいなと思いますね。はい。 ということで、じゃあ早速ね、やっていきたいと思うんですが、じゃあまずね、えー、評価基準の説明を先にさせてください。こちらです。はい、えー、この動画の評価についてなんですが、スキル能力値総合の3項目を1から5の9段階、点を含めて評価していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速ね、やっていきたいんですが、まず1人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい、ロア速魔元の黒木康平選手です。 黒木選手はスキル4、えー、能力値4.5総合4の評価をさせていただいてます。 はい、ここじゃ見ていくんですけど、まずスキルね。まあ、レーザービーム、インターセプト、ハードタックルということで、まあ、B タックル、B インターセプト、B インターセプトじゃない、B スティールね。の関係ではあるんですけれども、まあ、正直ね、やっぱ A スキル欲しかったかなというのが、まあ、感想かなと思いますね。まあ、スタートはめちゃくちゃ良かったんですけどね。まあ、そのしわ寄せが来たと思えば、まあまあ、仕方ないのかなと思いますけどね。はい。まあでもタックルスティール、まあ一応 B で持ってるんで、評価はね、まあ、めちゃくちゃ悪いわけじゃないです。まあ、普通ぐらいかな。まあ、4ぐらいでしょうね、スキル的にはね。はい。 で能力値に関しては、まあ、ディフェンチ高いプラス、まあ、ボナ戦ねまあそうねスタミナでスタミナタイプだしねまあでスタミナも結構必要なポジションなんでまあ個人的に4.5ぐらいはつけていいんじゃないかなと思います。ただそこはねちょっとスキルがちょっと物足りないところがあるので4にはしてます。 まあただね、まあ、黒木選手ね、おそらく今年の活躍見てもね、素晴らしくてですね、まあ、攻守にわたって、まあ、センターバックの選手なんですけどね、攻守にわたって、えー、活躍してる姿が見えますので、まあ、ここ当然多分ね、今年さらにね、評価が上がりそうな選手の一人だと思っていいんじゃないかなと思います。まあ、ここまでね、えー、17節終了時点のちょっとデータ見てますけど、えー、17節ね、すべてに出場されて、まあ、すべて先発してて、まあね、フル出場ではないもののね、もうほとんどの時間、えー、プレイされてる選手なんでね、 はい。まあ、ここはもう申し分ないかなと。まあ、正直今年グレード限定とかでも93の、まあ、92の壁超えても、まあ、正直おかしくない選手の一人だと思うし、うーん、まあ、表彰系とかね、ちょっと今も現在の熊本の順位ではちょっと青図とか絡んでくるかどうかわからないですが、まあ、指標だけで見るとね、絡んでもおかしくない指標してるので、 うんまあちょっとやっぱ楽しみかなと思いますね。今年の限定戦線ね。特にね。まあレギュラーの価値とかも正直前半よりも後半の方が上がるんじゃないかなと思うので、まあ正直この今グレード90ですけど、これが92とかね、3とか、まあなってくる可能性も十分にね、秘めてるんじゃないかなと思います。まあ結構近年ね、安定して熊本のね、主力として活躍してる選手なので、まあ計算しやすいというところもあるので、結構育成も、ね、しやすいんじゃないかなと思うので、まあ個人的にはおすすめ選手かなと思いますね。ここはね。 で、あと、ま、黒木選手の特徴としては、やっぱ右サイドバックね、できるディフェッチ高い選手としての価値もあるので、はい、ここは、ま、そういったところも含めてね、非常に注目どころなのかなと思います。まあ、育成しても損はないと思います。ただ、このレギュラーカードをね、使うというところの面では、まあ、右サイドバック不足してるんだったら、個人的には、ま、なしではないのかなと思うので、まあ、特にそこの需要というところを考えて、ま、育成しても、ま、いいんじゃないかなと。育成しても、ま、損はないかなと思いますね。損はない選手だと思うんで、まあ、どうしても、 まあ今のうちから右サイドバックどうしても埋めたいとかだったら、まあこのレギュラーカードでもまあ育成してもいいんじゃないかなというところの評価だけ最後に告げておきたいなと思います。まあただね、本番は多分、本チャンは限定が来た時だと思うんで、まあ無駄育成してしたくないんだったら、まあそこまでまあね、登場、とりあえず一回登場してみるまで待つのはいいんじゃないかなと思いますけどね。まあよかったら参考にしてみてください。はい。じゃ続きまして、2人目の選手見ていきましょう。こちらです。 はい。えー、同じく、ロアソクマモトの竹本雄貴選手ですね。まあ、竹本選手、スキル4、能力値4、総合4で評価しております。はい。じゃあ、ここ見ていくんですけど、スキル構成なんですが、まあ、フラスル、アーリー、パスカットなんですけど、フラスル、アーリーまでは非常にいいですけど、これタックルだったらよかったね。うん。非常に使いやすかったと思うんですけど、パスカット、まあ、悪くはないですけど、ほぼほぼ、まあ、サイドハーフとかで使うと思うんですけど、うん、まあ、あんまりやっぱないだろうね。<laughs> まあ全くないとは言えないですけど、まあ場面的にそんなにパスカットに、パスカットを使う場面っていうのがそもそもそんな来ないと思うんで、まあそこの面だけでちょっと4にはしてますけど、まあ4.5でも正直おかしくはないかなと思いますね。はい。で、能力値に関してはまあね、パスカット絡んでるんで、まあディフェンチもちょっと欲しいですが、まあどっちかというとね、まあ攻撃メインだと思うんで、まあこのステータスはまあ非常にまあいい方向には向いてるんじゃないかなと思います。ただ特段高いわけではないので4にはしてますが、まあ印象はいいですね。はい。 で、あと、総合的には4の評価で出させていただいてます。はい。まあ、竹本選手もね、すごく指標のいい選手でね、まあ、J2 全体で見てもね、攻撃とかパスとか、まあ、あとはパスレシーブとかね、まあ、あとクロスにもね、あ、ドリブルにもね、ちょっと定評のある選手で、まあ、非常にね、そういう面で見ると、まあ、正直、どっちかというと、ドリブラーとかのね、スキルがつくんかなと思いつつ、見てたら、まあ、フラスルアーリーなんですねっていうね、<laughs> 意外や意外でしたね。はい。 まあでも、はい、非常にいいカードが出てるので、正直ね、まあサイドハーフ使う褒めとかだったら、まあこのカード使えないこともないとは思います。まああと今シーズンの活躍見ての評価としては、まあ特にね、まあゴールまでは上げてないんですけど、まあアシストとかはね、それなりに稼いでますし、まあもしね、この数が伸びてくるとかであれば、まあトップアシストのね、えー、対象とかになる可能性もね、十分に秘めてるぐらいの選手だと思うんで、まあ今後の活躍はね、期待しておきたいなと思います。 ま、ここまでね、17節、えー、終了してますが、まあ、前節ね、21日までの成績ですが、まあ、全試合ね、えー、先発出場されてますので、まあ、そういうところも非常に印象がいいのかなと思います。 まあ、ここも今度ね、えー、サイド系の限定とか出たときに、まあ、いいね、なんかクロスサーかドリブルかわかんないですけど、まあ、できればね、でも適正ポジション的には、まあ、今回のようなね、こういうクロスとか、まあ、フラスル、ね、ね、そういう系のスキルを持ってきて、まあ、なおかつね、上位スキルとか持ってきたりとか、またグレードね、あの、もうちょっと上がって89とかに乗ると、まあ、なお、 うん。印象が良くなると思うんで。まあ、今後でもそういうね、評価の上がり方をする可能性は秘めてる選手だと思うので、まあ、ここも注目選手かなと、個人的には思います。まあ、余裕があったら、まあ、余裕があったらとか、まあ、サイド系ね、ちょっと興味あるんだったら残しておいても損はないのかなと思います。はい。では続きまして、え、3選手目見ていきましょう。こちらです。 はい。ロワッソ熊本の三島翔平選手です。三島選手、スキル3.5、能力値が4、総合4で評価しております。はい。じゃあ、ここ見ていきたいんですけれども、えー、スキル構成はですね、まあ、同じくね、三島選手もね、サイドハーフの選手でありますが、まあ、スナイパークロスはちょっと遠いですね。やっぱね、深くまで行かないといけないんでね。でキラーパスとビルドアップブレイクも、まあ、悪くはないですけど、うーん、まあ、サイドハーフ、まあ、どっちかというと真ん中向きみたいなね、 スキル構成になってるんで、ちょっとスキル自体が喧嘩しちゃってるかなっていうイメージが正直ありますね。まあこれがね、A がアーリークロスとかだったらね、うん、非常に見栄え、まあサイドハーフとしては良かったんでしょうけど、まあと、まあいい、まあいい意味で言ったら CMF でも使えないことはないかな。オフェブレとキラーパスあるんでね、まあどっちでも使えるっちゃ使えるんですけど、うーん、まあでも3.5ぐらいだろうね、組み合わせ的にはね、そんないい方向には向いてないと思います。 で能力値に関しては、まあ、ここもね、三島選手も先ほどのね、竹本選手ちょっと似たような感じですが、まあ、ここは4ぐらいかなと思いますね。はい。一応総合的にはま、4にはしてますが、うーん、まあ、3.5に近いようだろうね、ここはね。はい。というふうな評価でさせていただいてます。まあ、三島選手はね、まあ、ここまでの成績を見ると、正直ね、まあ、これ以上グレードが上がるかって言ったらちょっと微妙なところですかね。うーん。 直近、怪我かな出場機会がね、ないんですよね。怪我の可能性があるね。12分で退いてるんで、最終試合が。これ多分怪我かなもしかしたら怪我でちょっとまだ復帰されてないのかなっていうところがちょっと見えるんですけど、僕もちょっと熊本の試合全部は置いてないので、ちょっと分からないですが、怪我とかだとなお厳しいかなうん。やっぱね、出場機会っていうのはね、すごく大事なんですよね。うん。それが、ちょっと得られなくなるのが一番、まあ、J クラ的には辛いところではありますので、 まぁちょっとね、今現状第一線をね、退いてるところとしては、ちょっと厳しいのかなと。これ以上グレードが上がるのはちょっと厳しいのかなと思うんで、うんそこはちょっとねうん、怖さがありますね、どうしてもね。はい。ということで、まぁ、あ、限定とかでね、早いうちにね、限定化されたりとかしたら、限定85以上とか全然あると思うんですけれども、うーん、そうね。うん今の状態だと、後ろに行けば行くほどちょっと今のままだと、 厳しそうなので、ここはちょっと評価が難しいところでありますね。まあ、売却にちょっと回してしまっても仕方がないのかなっていうのが個人的にあるので、まあそこが正直な評価かなというところと、まああとこのレギュラーカードをちょっと使うというところになると、うーん、まあこれもね、ちょっと難しいところありますね。はい。先ほどの、うん、そうね、まあ竹本選手の方がまだ使いやすさはやっぱり全然あるかなというところで、まあちょっと厳しいかなっていうのが正直な評価ですね。はい。 ということで、えー、今回ね、参戦評価見ていきましたが、いかがだったでしょうかまあ、個人的にはね、竹本選手のスキル構成とか、まあ、黒木選手もね、悪くはないんで、で、あと、育てやすさで言ったら、まあ、黒木選手が圧倒的だと思うんですが、まあ、熊本やっぱりね、今、ゴール量産してる石川選手がいたりとか、まあね、若いゴールキーパーの田代選手がいたりとかね、まあ、江崎選手かな。もう素晴らしいディフェンダーの選手もいたりとか、まあ、結構今後なんか、 まあ、グレード、まあ、そうね、レギュラー追加とか、まだ前半のうちは伸びないけど、後半シーズンとかになってくると、まあ、ここも結構伸びそうな選手とかがいたりとかしてね、面白いチームになると思うんで、まあ、特に前半より後半の方にね、注目するべきチームになるとは思うんですが、まあ、黒木選手筆頭にね、まあ、そこら辺の選手たち、まあ、すでにグレード高い選手たちの評価とかも結構気になるところであるので、あとは限定先生にね、そういった、まあ、結構上の選手、グレード的に上の選手が出てきたときに、まあ、目玉になれるかどうかというのも、まあ、ちょっと興味深い チームなななののかととと思思うので、まあ、ちょっと見てみてみしいなと思いますはいということで、えー、今回ねロアソ熊本のグレード85以上レギュラー3選手、えー、評価していきました、まあ、よかったら参考にしてみてくださいでは今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございましたこれに失礼しますバイバイ